コントロールデータコーポレーション。コントロールデータコーポレーションは、スーパーコンピュータの先駆者として、有名なコンピュータ企業であった。1960年代を通じて、シーモア・クレイが所属しており、最速のコンピュータを作り続けた。しかし1970年代にはクレイが同社を離れて、クレイリサーチを創業し、世界最速のタイトルを奪った。 CDC は1960年代のメジャーなコンピュータメーカー旧社の一つであった。他は IBM、バロース、DC、NCR、GE、ハネワル、RCA、ユニバク。第二次世界大戦の間、アメリカ海軍は技術者を集めて日本軍とドイツ軍双方の機械式暗号作成機で作成された暗号を解読するマシンの開発に当たらせた。 その手のマシンは、ワシントン DC に集められたチームが作り出した。戦後の軍事費削減の中で、海軍はこのチームを解散させた場合の機密漏洩を危惧し、解散させずに済む方法を探し始めた。そして、ついに解決法が見つかった。ミネソタ州セントポールのチェースエアクラフトという会社に、技術者たちを引き取ってもらうことで決着した。同社は、 終戦と共に軍との契約をほとんど失い、困っていた。そこで、チームが何をしていたかを説明せず、単に彼らを雇ってくれたら、軍としては、大変助かるとだけ述べた。当初は、怪しんでいたが、打ち合わせのたびに、海軍のより高い地位の士官が来るようになり、真剣であることが分かった。結局同社は、軍用グライダー工場をそのチームの拠点とすることに、意した。これにより、 エンジニアリングリサーチアソシエイツが設立され、1950年代初頭まで一見して関連のない様々なプロジェクトに従事した。そのうちの一つは、世界初の商用プログラム内蔵方式コンピュータ、36ビットのエラ1103である。このマシンは海軍のために開発され、暗号解読センターで使うことを目的としていた。1950年代初頭に、 国会で海軍が実質的にエラを所有していることが問題とされた。その結果としてエラは海軍との関係を断たれ、1952年にエラのオーナーは会社をレミントンランド社に売却した。レミントンランド社はエラのチームを維持し、新製品の開発を続けていた。同社が最も興味を抱いたのはエラの次期ドラムメモリシステムである。レミントンランドは間もなく、 スペリーと合併し、スペリーランドとなり、エラ部門は、スペリーのユニバク部門に吸収された。当初エラから来た人々は、技術的才能を買われ、様々なプロジェクトに参加した。しかし、ユニバクからエラに任されたプロジェクトは遅れに遅れ、関わったほぼ全員が調子を狂わせた。大企業の社風が合わなと感じたエラの技術者たちは、辞職し、 1957年にコントロールデータをミネアポリスに設立する。CDC 設立メンバーは満場一致でウィリアム・ノリスを最高経営責任に選出した。また、シーモア・クレイはチーフデザイナーに選ばれたが、1103ベースの海軍戦術情報システムに関する仕事が続いていたため、それが完了するまで CDC に合流できなかった。 CDC は主に次期ドラムメモリシステムなどのサブシステムを売ることから事業を開始した。クレイが翌年合流すると即座にトランジスタベースの6ビット小型マシン、リートルキャラクターを開発した。これはクレイが考えている大型のトランジスタベースマシンのアイデアに向けたテストでもあった。リートルキャラクターは成功を収め、1959年、 彼らは1103を48ビット化したトランジスタ版であるをリリースした。CDC1604 の最初の完成品は1960年にアメリカ海軍に納入された。なお、1604という番号は以前にクレイが開発した1103に CDC の最初の所在地の番地を足したものだという説がある。12ビットにスケールダウンしたも1960年に リリースされる。これが世界初のミニコンピュータとされることが多い。160A は標準的なオフィス用机の形状であり、当時としては珍しいデザインだった。また、1604アーキテクチャの新バージョンシリーズは1960年代中盤まで販売されることになる。クレイは世界最高性能のマシンの設計に取り掛かった。 その目標は1604の50倍の性能である。そのためには大胆な設計変更が要求され、プロジェクトには時間がかかった。経営陣はプロジェクトの動向を気にし始め、監視の目が厳しくなってきたため、クレイは1962年に自らの研究所設立を申し出て、認められなければ辞職すると言い出した。ノリスはこれを承諾し、クレイはチームを引き連れて行った。 ノリスを含めた CDC の経営陣は招待されない限り、クレイの研究所を訪問できなという約束が交わされている。1960年代を通して、ノリスは IBM に対抗するには何か重大なものを開発する必要があると感じるようになっていった。そのため、彼は周辺危機器企業を買収して、ラインナップを揃えるいう大胆な作戦を開始した。 彼らは IBM より10%価格を安く設定し10%性能の良いものを提供することを試みた。これは常に簡単というわけではなかった。最初の周辺機器の一つに磁気テープ装置がある。周辺機器部門はこの開発にあたって社内の他部門にコストを分担させようとしたためちょっとした議論が発生した。 もし原価相当の価格でた部門に機器を供給すれば、周辺機器部門は利益を得る方法がないことになる。代わりに、周辺機器部門は、周辺機器が売れた際の利益の一部を還元してもらうこと決着し、以後その方式が定着した。その後、カードリーダー、カードパンチ、テープドライブ、ストリーマドラム式プリンターなど、すべて自社設計のものが開発されていった。当初、 プリンター事業はデトロイト近郊のホーリーキャブレータが実際の生産を行っていたが、後に合弁会社を設立。さらにホーリーは保有株を CDC に売却し、プリンター部門として CDC に編入された。ノリスは IBM が支配するパンチカードに代わる入力手段を模索していた。彼は工学文字認識システムのパイオニアである。 レインボーエンジニアリング社を買収することにした。そのアイデアは、オペレーターが決まったフォントのタイプライターで普通に打ち込んだものを OCR で読み込むことで、パンチカードを不要にするというものであった。タイプされたページ1枚には、パンチカード1枚より、はるかに大量の情報が含まれる。パンチカードは、基本的にタイプの一行分の情報しかない。したがって、紙の節約にもなる。 しかし、これは思ったよりも困難な転換だった。CDC は、初期の OCR システムで重要な役割を演じたが、今日に至るまで OCR が主要なデータ入力手段になったことはない。レインボーの工場は1976年に創業停止し、CDC もその事業を止めた。OCR プロジェクトが思ったように進展せず、パンチカードがすぐにはなくならないことが、 明らかになると CDC はこれにすぐさま対応する必要に迫られた。パンチカード機器は製造し続けていたが、それらは原価が高かった。そこでより安価で高速な機器を持っているブリッジエンジニアリング社を買収することになった。その工場では磁気テープ装置も製造するようになった。後にその工場とプリンターの工場はスピンオフされ、 n c r との合弁会社コンピュータープリファールズ、インクとなった。これは、開発を共通化することでコストを削減する意味があった。さらに後には i c l もこれに加わっている。さらに1982年、そこからプリンター工場がセントロニクスに売却された。ノリスは、コンピュータを購入できない中小企業向けに、計算サービスを提供するオフィスをあちこちに展開した。 この事業はあまり利益を生まなかった。1965年頃、何人かの管理職が利益の出ていないオフィスを閉鎖することをノリスに提案した。しかし、ノリスはこのアイデアを気に入っていたため、その提案を受け入れず、代わりに全体的な倹約を指示した。一方、シーモアクレート34人の技術者は、新しい研究所で設計を続行した。 1964年、その成果は CDC6600 としてリリースされ、市場に存在するあらゆるマシンと比較して10倍以上の性を誇った。6600の CPU は、複数の非同期な機能ユニットで構成され、10個の I、O プロセッサーが接続されていて、多くの一般的なタスク負荷を受け持っていた。そのため CPU は先行カードやディスク入出力といった、 ありふれた仕事をコントローラに任せてデータ処理に専念することができる。最新のコンパイラでは0.5マフラップスの性能を、アセンブラでコードを書くと約1マフラップスの性能を記録した。これは時代を考えると驚異的な数字である。性能を落としたバージョン CDC6400 とにプロセッサーバージョン6500もリリースされた。6600向けに MNF というフォートランコンパイラが、ミネソタ大学で開発されている。6600が出荷されると、IBM はこの新しい会社に注目した。トーマス・ J ・ワトソン・ジュニアは、この門番を入れても34人しかいない。小さな会社が数千人を抱える。我が社を打ち負かしたはどうしたわけだと言ったと伝えられている。これを耳にしたクレイは、その質問の中に、 答えがあるじゃないかと言ったという。1965年、IBM は6600よりも高速なマシンの開発プロジェクトを開始した。200人がこのプロジェクトのために集められた。このプロジェクトは面白いアーキテクチャと技術を生み出したが、それは IBM のシステム360とは互換性がなかった。システム3 6互換となる両方向転換が図られたが、 そのために性能が低くなり、プロジェクトは何も製品を生み出せないまま1969年に中止された。そのためこれに関わった多くの技術者が IBM を退職し、IBM の高性能コンピュータ部門から頭脳が失われた。一方で IBM は先走って6600と同等性能のシステム360シリーズの新バージョンモデル92を発表した。 このマシンは実在しなかったが、人々が、そのリリースを待って6600の売り上げがストップ、するまで取り消さなかった、今日では、フードと名付けられている、マーケティング手法である。ノリスはこの嘘を放っておかず、1年後に、IBM を、反トラスト法違反で訴えた。結局、CDC は8000万ドル相当の IBM の資産を手に入れた。その中でノリスは、 サービスビューローコーポレーションに注目した。同社はコンピュータを所有して他の企業に計算能力を提供していた。これはノリスが進めていた計算サービス事業にうまくハマった。6600設計の過程で CDC は同システムに高速磁気ディスク装置システムを提供するスピンプロジェクトを実施した。当時磁気ディスクが磁気ドラムメモリにとって変わるかどうかは不明あり。 ディスクも固定型とリムーバブル型のどちらが良いのか不明だった。そのため、スピンプロジェクトではあらゆる選択肢を試し、最終的に28インチ固定ディスク型と14インチのパック型を生み出した。その後、スピンプロジェクトに橋を発したハードディスク事業が CDC の主力となっていく。IBM に勝利したのと同じ月に CDC は 新たなマシン CDC7600 を発表した。クロック周波数を6600の約4倍とし、10MHz36MHz、システム全体としても4倍以上のスループットを実現している。性能向上の決め手は命令パイプラインの採用であり、CPU 内の各部がそれぞれ次々に命令を処理していくことで同時に複数命令を処理可能としている。 そのため、一命令の処理時間が同じであっても、全体として、スルーブットが向上し、プログラムの実行時間が短縮される。7600が登場した1969年は、アメリカ国内の景気後退期だったため、市場での反応はかんばしくなかった。またあまりに複雑な設計だったため、信頼性に問題を生じた。シリーズとも完全な互換性がなく、 OS はほとんど新たに作られ、しかも基本的な機能しか備えていなかった。7600プロジェクトは、採算は、なんとか取れたが、CDC の評判を落とす結果となった。クレイは CDC8600 に取り掛かった。8600は、基本的には7600を4台、より小さな筐体に入れたものである。サイズを縮小して、 信号経路を短くすることにより8600はさらに高いクロック波数で動作でき、高速なメモリと組み合わせることで性能を向上させるはずだった。しかし8600は従来からの製造方法を取った。つまり部品を置き盤にハンダ付けしていた。ハンダ付け箇所があまりに多かったため、一箇所が接触不良になっていてもマシンは動かず。 結果として一度もちゃんと動作しなかった。クレイは設計のやり直しが必要だと決断した。8600の再設計に加えて CDG はスターと呼ばれるプロジェクトを抱えていた。スターは6600、6700でクレイと共に働いたジムソントンが主導していた。スターのデザインは現在ではベクタープロセッサと呼ばれている手法を使ったもので。 数値演算のみを非常に長いパイプラインで処理するというものである。これにより数値演算は極めて高速化されるが、それ以外は7600よりずっと遅かった。実際 CDC の顧客が求めているのは数値演算の高速性であったため、それは大きな問題とはみなされなかった。スターのベクタは64ビット幅で65536の長さを持っていた。 1960年代終盤、CDC はこの二つのプロジェクトを同時進行させるほどの資金力はなかった。ノリスはクレイと話し合い、クレイは1972年にクレイリサーチを設立する。ノリスはその後もクレイを援助し続けた。8600は1974年に中止され、スターは同年サイバー203としてリリースされた。ところがスターは、 実際のユーザープログラムでは全く性能を出せかった。ジムソントンは CDC を辞め、お創業することになる。CDC は6600、7600アーキテクチャを基本としてパッケージし直してシリーズとして販売していく。これが CDC の1970年代の主製品であった。サイバーシリーズにはスターの焼き直し版、サイバー205も投入され、 こちらはオリジナルとは違って、それなりに高性能であった。しかし、その頃クレイは、クレイ -1 のようなスターの手法も取り入れたマシンを出しており、極めて計算性能が高かった。CDC のリリースしたサイバー200、205は、特定分野では、クレイ社と互角に戦える性能だった。CDC は、顧客の様々なプロジェクトに参加しており、 軍のプロジェクトにも参加している。その成果の一つとして、またのなお、サイバープラスがある。もう一つの設計の方向性として、サイバー80プロジェクトがある。これは6600のプログラムを実行できるが、アーキテクチャは全く新たな64ビットである。1980年のリリースを目指していた。これは6000シリーズのユーザーの買い替えを期待したものだった。 プロジェクトは遅延し、最終的には別の名でリリースされた。また、ハードウェア依存からサービス中心の事業形態への転換を図った。例えば、コンピュータを使用した学習システムプラトウの開発がある。サイバーシステム上で動作し、ビットマップ方式のタッチスクリーンを備えた端末など、最新のユーザーインターフェースを採用していた。 CDC は再び性能に挑戦しようとしていた。しかしノリスは CDC が素早く良い設計を作り出すには組織として硬直化しすぎていると考えていた。そこで彼は新たなスピンオフ会社 ETA システムズを1983年に設立した。ETA の設計目標はジーグフラップス、クレイマイナス1の40倍の性能である。 ETA は目標を達成することはできなかったが、一時的に世界最高性能の栄冠を手にし、翌年には若干の売り上げもあった。CDC は ETA を売ることで損失を補填することも検討したが、1989年ほとんどの従業員を解雇し、残った従業員は CDC で再雇用した。一方、日本の NEC や富士通といった 大企業がその市場に参入し始めていた。スーパーコンピュータ市場はそれほど大きくはない。CDC は他の市場を探し求めた。見つけたのは高性能ハードディスク市場である。1980年代中頃、パーソナルコンピュータにハードディスクが搭載され始めており、有望な市場であった。1970年代から1980年代はじめにかけて、 CDC は14インチディスクドライブの市場では OEM などでトップの座を占めていた。シュガーとアソシエーツが切り開いた8インチディスクドライブ市場にもいち早く進出。特に高性能ハードディスクで大きな地位を占めるようになった。しかし、新企業の参入により大容量化、高性能化が急速に進み、CDC はそれに遅れを取るようになっていく。コンパックや ウスタンデジタルと共に ATA 企画を開発したのも CDC である。奇妙なことに1988年に CDC はハードディスク部門をスピンオフさせインプライミスという会社にした。翌年ハイエンド市場への足がかりを求めていた c ートテクノロジーがインプリムズを買収。CDC のコンピュータ部門はコントロールデータシステムズと解消。 BT グループの参加に入り、BT のグローバルサービス部門に吸収された。CDC の中でもエネルギー管理部門は最も成功しており、世界の発電所の25%で管理ソリューションを提供していた。1988年か1989年、これをエンプロスとして独立させ、後にシーメンスに売却した。 CDC のサービス事業は1992年にスピンオフされとなった。同社は人事関係などの IT アウトソース企業として成功している。スリディアンは1997年 CDC 時代に政府関係のシステムを開発していた部門をジェネラルダイナミクスに売却した。シテグループは1998年 シティコープとトラベラーズグループが合併して誕生した。トラベラーズグループは、サンフォードワイルが1986年に CDC の子会社コマーシャルクレジットを買収し、それを中核として築いたものである。コメロスヤルクレジットはもともと独立した企業だったが、1968年に敵対的買収をされそうになり、CDC が資金を提供して買収に対抗したという権威があった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。